皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、キアネです。今日もウソロジ2アルトレットやっていきたいと思います。今日は、長篠の戦いやっていきます。では行ってみましょう。小田原城を救援する作戦は順調に進んだ。しかし包囲する妖魔軍は未だ多く、現状での救援は不可能である。馬長らはさらに妖魔軍の注意を引きつけるべく小田原城に接近、長篠の地まで軍を進めた。そこで彼らが目にしたのは、妖術によりクムスト化した者たちと、ご無沙汰ぶりです、集められた人間の一団だった。そしてその背後には猿に似た妖魔の姿が見て取れた。ご中心、この先でお猿同士が、今回黒一ですね。大きいお猿には伊達の鉄砲隊に武田の騎馬隊、顔色の悪いおじさんと美人に美少年までついている様子。小さいお猿は危機的状況です。かわいいそう、馬隊と黒一の関係がねいいんですよね。でも有効度会話が、有効度会話があった気がする。雪村殿と戦うことになるね。お仕事っすから。はい、今回は馬長黒市かぐやでいきます。で、軍団情報は伊達政宗の撃破、バカめ、秀吉、秀吉、あ、秀吉待って秀吉はやばい、山本勘助いずれかの敗走、 OK です。じゃあ戦場ボーナス使います。じゃあ行きましょう。ドゥルルドゥルルルツッドゥルドゥルツッ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 、いいっすね。武田騎馬隊に加え伊達の鉄砲隊か、痛い、大量の戦いよりも手強い相手、相変わらず痛いわ。手強いなら味方を増やせばいい。じゃあ黒い地行こう。豊臣軍と合流しようよ。あ、強い旋風黒市はやばい。よし、攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。はい、まずい流れじゃな、なんとか立て直したいが。トゥルー、清盛様の、お、蓮氏すべて倒す。清盛様のために死ぬ気で。おっとやべ、ちょっと待って、今フィーバー出たよね。反復つかまつったり、あー、ちょっと遠いかな、間に合わないかな。ここで口当てろ、せいぜいあがくがいい。よし、君って楽しそうだよね、君って楽しそうだよね。おっと、ここは通行止めだぜ。よいしょ、どっから来たお前らで、あ、いいね、いいよ、今の谷間やばい変態やないかい。こういうなんかくのいちみたいなね、白身なんだけどすごい活発な感じがまたいいよね。強っえ、フィーバー出た、よし、いいね。痛い。よし。引いたか。術はここか。そう、まだね、将校がいないから、確か。まだ小田原城にいますよね、海姫と。またフィーバー出た。お、フィーバーって
大体3つぐらい出るのかな、戦場モーラスつけると。どうも悟空が術を強化しとるようでな、操られてる奴らが人間離れして強い。じゃねえ、まずは悟空を倒したい。オッケー、悟空のやつをなんとかせにゃ、術は解けんか。雪村さんまだ術で操られている。よいしょ、なんとかして助けないと。やるな、大したもんだぜ。片付けない、強い。お、俺と遊びたいのか。いいぜ、ほらよ。これで敵も慌てましょう。はい、いいアングル。よいしょ、耐えられません。貴重品やるじゃねえのよ。今日のところは退散してやるぜ。誰の貴重品だろう。クロイチかな。よし、悟空は追っ払ったな。これで術、せっかくなら取りに行こう。よし、どこだったっけ。なんか知らん間に取れてたりするから。よし、各愛お帰り。私は一体お、十瞬から来ましたね、エン君。おお、すでに十瞬の奪還はなったか。我らも力戦せねばな。よし、いいね。あ、そっか、ここの柵あれだった、クラウドひるむんだ。まあ、流しのといえばね、鉄砲隊ですもんね。足に付き合え。操られていた間は体調がとても良く、とはいえ軍体験は二度と5年被りたい。私はここで。よいしょ、オッケー、今じゃ鉄砲隊打ちかけ。いやー、いいっすね。え、何、貴重品また出た。もう一個出たよ。こりゃ迂闊に近づけん。お、ラッキーラッキー、二人分ゲット、ラッキー。素晴らしきご活躍です。へい、よいしょ。あそこに誰かいる。私こそ天下無双の忍びなり。かわいい、かわいい、かわいい。あ、小十郎様。意志を奪われ操られる、あの感覚はひどくおぞましいものでした。お救いいただき誠にありがとうございます。まだモブの小十郎さん。よいしょ、よいしょ。よし、お、雪村出てきた。
ユッキー、うん、あやつられユッキー。あ、かっこいい。ついた人を切るのも切られるのもなし。そんな覚悟はいらないよ。ここは俺にお任せってね。かっこいい馬体だ。雪村様。君だって術が解けたんだ。雪村殿も菊を助けられる。よいしょ。なる。いや、してみせるよ。うん、ここは。オッケー。私は一体何？いや、雪村様、よかった。うん。雪村様が戻らなかったら、私。すまぬ。そなたには本当に心配をかけたようだな。雪村大好きだから、クロイちゃん。やるな、大したもんだぜ。よし、オロチの気配が世界を包んでいる。あれ、正宗また無双打ってんの？私は大森と共にオロチを待つ。とどめ。はい、オッケー。見て俺。いやあ、私たちの勝ちだぜ。妖術に操られていたとは。己の未熟を恥じるばかりです。私も心の健康まで損なってしまうとは。踏んだり蹴ったり。今こうして覚愛舐めてるとな。痛い目見るからな。これよりはめっちゃ強いからな、覚愛。よし、あ、クロイチだったね、やっぱ。あ、かぐやの旋回武器か。はい、ということで皆さんご視聴いただき誠にありがとうございます。今日はここまでにしたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。